低酸素誘導因子、低酸素誘導因子、低酸素誘導因子、A、排骨子やインデューサブルファクター、皮膚とは細胞に対する酸素供給が不足状態に陥った際に誘導されてくる、タンパク質であり、転写因子として機能する。癌の病巣においては、栄養不足や細胞外 PH の低下、血流不足による酸素供給不足状態が認められるが、 がん細胞が生き延びるためには新たに血管網を形成することより病巣への血流を増加し低酸素状態を脱する必要がある血流の増加は定位経路の確保にもつながっているそのための機能を担うべく低酸素状件下を置いて誘導される転写因子が皮膚であり主治の遺伝子の転写を更新させる皮膚 α には皮膚マイナス 1α 皮膚マイナス 2α ヒフマイナス3アルファが存在するが、これらはいずれも細胞内に構成的に発現している、ヒフマイナス 1β とヘテロ2両体と結合する能力を持つ。ヒフマイナス 1α は正常酸素圧化でも酸性はされるが、タンパク質分解酵素複合体である26エスプロテアソームにより分解されてしまうため機能しない。ヒフマイナス 1α は通常の酸素圧化において、 細胞内発現量が減少するが、皮膚マイナス 1α タンパク質自体の酸性量が低下しているわけではなく、指チンマイナスプロテアソーム系を介したタンパク質分解によりその機能負に制御されており、その分解過程には、指チンリガーゼ、タンパク質の指チン化の一端を担う、酵素複合体の基質認識サブユニットとして機能する、ホンヒッペルリンダウイ電子産物、 PVHL が関与している。PVHL による、タンパク質の認識には、ヒドロキシル化が関与しているが、皮膚マイナス 1α は、PHD ドメインを保有する酵素によって、アミノキマッタン側から402番目及び564番目の、プロン、プロ残期が、ヒドロキシル化を受け、これらのアミノ酸残期は、皮膚マイナス 2α においても保存されている。しかし PHD の活性は、 酸素濃度に依存するため、低酸素状態においては、プロテアソーム依存的皮膚の分解は生じにくく、正常酸素扱いで盛んに行われる。分解を免れた皮膚マイナス 1α は、核内へ移行した後に、皮膚マイナス 1β とのヘテロ2両体の形成や、CBP、P300 などのヒストンアセチル化酵素との結合が、行わ、これらの複合体は、 DNA 上の低酸素応答性領域と呼ばれる応答エレメント5キータッチマイナス3に結合する。また、皮膚マイナス 1α の低酸素以外の要因による誘導経路として増殖因子が細胞膜上に存在するチロシンキナーゼ関連型受容体に結合することによるシグナルが挙げられる。具体的には受容体、ハーニなどにリガンドが結合すると バイサンキナーゼアクト経路やマップキナーゼ経路が活性化され、皮膚マイナス 1α の転写を促進する。皮膚マイナス 2α はエンドシーリルパーアント、シムエパスタンパク質等の名称で呼ばれることもあり、そのアミノ酸配列に皮膚マイナス 1α と48%の相当性を有する。皮膚マイナス 1α が 全身の組織に広く発現しているのに対して、皮膚マイナス 2α は主に肺や上皮細胞において、発現が高い。皮膚マイナス 3α は、皮膚マイナス 2α よりもさらに遅れて発見された。上記に示した通り、皮膚マイナス 1β とヘテロ2両体を形成し、DNA 上の HR に結合することによって、主治の遺伝子の転写を活性化する。また、 皮膚マイナス3アルファのスプライシングバリアントとして E パスが発見され、小脳のプルキンエ細胞や角膜上皮に発現している。E パスはそれ時代転写活性を示さないが、皮膚マイナス1アルファとの相互作用により DNA への合わせを阻害し、皮膚マイナス1の機能を抑制する。さらに、 肺や心臓においては低酸素状態において良い、e、パスが誘導されることが報告されており、これらの組織においてはネガティブフィードバック機構として脳している可能性が考えられる。皮膚マイナス 1α は細胞核内へ移行すると皮膚マイナス 1β と結合する。皮膚マイナス 1β は方向族炭化水素受容体 R と結合して輸送単体として働くことも知られており、 アー輸送単体、アーンととも呼ばれている。皮膚マイナス 1α のアスプ8 0 3三残期は、ヒストンアセチル基定に高素化性を持った分子複合体、CBP-P300 を DNA 上の h r へ運搬し、目的遺伝子の転写を促進する。皮膚は、様々な遺伝子の制御に関与しており、例えば血管申請や、細胞増殖、等代者、PH 調節や、 アポトーシスなどが挙げられる。皮膚によって発現制御を受ける遺伝子として赤血球の増殖促進に席預かるエリスロポエチンが1995年に初めて発見され、続いて血管内皮増殖因子 VEGF も血管申請や細胞増殖を制御に関与する遺伝子として発見された。 その他にも HIF-1α は、アドレノメデュリンやマトリックスメタロプロテアーゼ、MMPS、エンドセリン、ET-1、1一酸化窒素合成酵素、ノース2など様々な遺伝子の制御を行っており、人動脈内非細胞の遺伝子をマイクロアレイ法により解析した結果、全体の2%にも及ぶ遺伝子が h i 1 α によって直接あるいは、 間接的に制御されているということが報告されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。